こんにちは。大阪府堺市書道教室備考者のぬくとみさきと申します。本日は備考者の生徒様が6名様入選されました。こちらの堺子書道展、大阪府堺市にある市役所にやってまいりました。昨年度、一昨年の人数を上回る入選者数だったので、すごく嬉しく皆様の、ね、作品を楽しみに見に来たんですが、このコンクールに、ね、出展するためにすごく、もう去年の10月あたりから一生懸命練習してくださってた方もいらっしゃいますし、備考者では展覧会に力を注いでおります。生徒様の、ね、作品以外にも各学校4名様しか選ばれない作品、美しい作品がずらっと並んでおりますので、しっかりと目に焼き付けて、どういった課題がいいのかななど、コンクールによって審査基準は違ってきますので、しっかりと目に焼き付けて帰りたいと思います。では生徒様の作品をご覧ください。3年連続入選、清志郎くんおめでとうございます。清志郎くんの作品を見てすごいねと言ってくださる方がたくさんいます。部活と両立しながら書道も頑張ってくれており、現在は行書の作品にも取り組んでいただいております。入選おめでとうございます。あいなちゃんは入選目指して JA 書道コンクールの時からすごく頑張ってくれていました。あいなちゃんがピックアップしてくれた4文字熟語の中から有言実行を選んでいただきました。いつも熱心に取り組んでくださるほのかちゃん、素直な性能、美しい作品です。本文はもちろんのこと、小筆で書く紙名も体裁よく仕上げてくれています。いつも真面目に取り組んでくださるほのかちゃんの努力の賜物だと思います。おめでとうございます。4年生ゆあちゃんの作品です。こちらの作品は4年生になった初めの頃にゆあちゃんが書き上げられた迫力のある作品です。この作品が仕上がった時の喜びをもう鮮明に覚えております。おめでとうございます。1年生から習ってくれているほのかちゃん、名前にも入っている花、この字は毛筆、硬筆ともに何度も何度も練習していただいた字です。おめでとうございます。いつもレッスン中も熱心に取り組んでくださりありがとうございます。賞状が欲しいと一生懸命練習してくれました。なんと習い始めて8ヶ月での堺子書道展入選、大木くんの作品です。おめでとうございます。大木くんの個性が古風にあふれています。賞は人なりですね。